青だ、もういい、消えてろ。だろ、オビト先生。お前どっちぞ。失敗だ。影分身で一緒に奴にマーキングしていたのか。飛来神のマーキングはおかげになって欲しかった。あっけなかったな。それとこのデカブツもな。何をもって終戦と決めつけ、裏切る者の道。父ちゃん、サスケ。なんだ、何が。いや、あれは十尾の神中力だってばよ。十尾が消えた。どうなってる。やっつけた。あの人に十尾が全て吸収。神中力だ。なんだこれ。ますます気味悪いってば。なぜ奴が人中力だとわかる。美獣たちと仲良くなった。俺ってば、長田は陸道の光の術を。とにかくあいつは初めから人中力になる術を。あったよ、あれが最終回。ややこしいがあれじゃない。うん、たとえ人中力になろうと。いや、先方の封印を。皆の者、気を抜くな。結界を壊しおった。やめろ、オビト。もうやめろ。はっきり言う、こやつは。消え損ねた分身をよこしても相手にならんぞ、兄ちゃん。死に込みする火影どもが見られるのだ。なんだ。はいはい、これは二代目さ。離れるのじゃ。二代目様は手が早い。ルカ、二代目様か。五条鬼幕府だ。すごすぎるぜ。もう何がな。皆の者、うかつに近づいては。なんだあいつ。早い上に勝た。手裏剣影武士。決定限界、決定淘汰の猿。無時間がありそうだの。こうなってはやはり俺が。もう待ったはなし。柱は。人中力としてうまく十尾が馴染んで、オリジナルもここに。カバキシ、下だ。おい、地面を通って上半身だ。しまった。サスケ。お前じゃない。過去を切るのは俺だ。間に合え、飛来神の術。うちの子もサスケ君に負けていた。まるで蛇じゃな。なんだあれ。体をうまく扱え。なんだ、どうしたんだ。攻撃は外れたんだ。まるでコントロールできていない。迂闊には近づけんで。今度こそは隙
隙を作るから間髪入れずにお前たちのコンリンリン女にかまけてる時間なんかね。行くよ、オビト。お前だ。やっとだよ。やられはしたけど、だ。どうかな。早めに返してやる。安心しろ。前の接触時、奴の。すっげえ。父ちゃんの真似できんのか。木遁、木離。倒すのはまだな。時間がないか。木遁、木人の術。もう少しお前をいただく。俺たちがあんな戦いを前にしたら、やったんか。ガードされていたか。早いな。やはり螺旋閃光超輪武功三式。はい、少しばかり天然だ。やつの前では笑えんぞ。黙て。チャクラを左目に溜め。行くぞ四代目。わしら二人で平石回しをやるぞ。はい。ナルト、今度は俺がシャリンガンでお前のチャクラ火にやる。エントン、ラサンシーケン。ハサブキか。決めろ。五周回しの術、名付けてシャクトンコーリーシップ。飛来心で互いの場所へ飛び合った。メタ、ナルトとサスケ君は二人笑って二人で、うん、よっしゃ。今度こそ聞いているはず。聞いてないな。あの黒い変化する弾に触れてもいけ。攻撃も防御も早い。まさに夢のような力を手にした。忍びの祖と同じ力とはどういうことで。もう二度と深手は負うな。たとえ江戸、つまり江戸天聖隊でやられても、そしてその右腕は二度と治らぬ。物理攻撃ならどうでしょう。試してみるか。サスケ、さっきよりももっと俺たちでやんぞ。よっしゃ、さらにクラマモードを上げて。クラマ、もうちょいこっちにチャクラ。完全な美獣モードに早くなりてえなら水浴びってと。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはず。今さら説教か。あんたはいつも肝心な時にオビトだと気づいてさえいれば。俺の死でありながら俺に気づきもしない。ああ、英雄ホカゲとして死ん。ホカゲなど今の俺と比べれば泡。木陰になれなかった。おナルト、お前何より木陰にな。俺の父ちゃんをバカにすんで。聞いた。どういうこと。手応えあり。やはりそうだ。この野郎。ナルト君すごい。十尾の陣中力にこんな鬱陶しい。千人のこれならいけんぞ。
との飛来心を即座に理解し、アニジャと共に戦っているようだな。は確かだが、回復して後ろを警戒。そろそろ月読みの準備。この現実には残すに値する。この世はすでに死んでいる。おい、やばい。数が多すぎる。どうする、アニジャ。まだな、ちょい待たぬか。俺たちは江戸天聖だ。皆の者、諦める。おかげたちも手を打ち、海の外へ弾く。では樹海鋼炭で、あれを海へ打ち上げ。石王陣。これで終戦。四代目、二ついけるか。ができない以上、一つが限界です。日ごと外へ丸々と。あんたは誰も救えない。父ちゃん、うまくいくかわかんないけど、考えがあるんだ。拳を合わせてくれっか。お前らのチャクラがあって助かった。結界に閉じ込めて。あれで結界だよ。結界を見る限り悪。どうする気だ。な、今はちょっち集中させてくれ。これはナルト君の15。このままではまずい。結界の外へ出る。そのつもりだ。お前とナルトは一緒に。こっち来てくれってばよ。時間がねえ。早くしろ。忍びの者皆にチャクラを渡しても、俺と春野、九尾のチャクラも一緒に。またこのチャクラが守ってくれた。ナルトのやつ、こんなことまで。呼んだ。お前はこれで忍びの皆を二度も。失敗の多いですから、これからです。みんなには俺とクラマのチャクラを、まず父ちゃんとチャクラと、みんながそう間接的にくっついてない。影分身の原理を利用して。ナルト、螺旋岩に戦術を加えてくれ。行くぞ。そのまま行け。螺旋岩。未来心一辺倒の作戦では苦しいな。どうする。よし、この美獣の間に戦術を加えてやる。懐かしい感覚だ。これが今のナルト。これほどのチャクラを完璧に。早めに手を打つに越した。なんだ。10秒吐き出しやがった。一旦結界を止める。チャクラを奪ったのは人の方だ。これはそれを取り返してしない。時の流れは本来の事柄に。ナルトのところへ直接止めるか。です。さっきの飛来神とはこのツタにチャクラを。話遅くなってすまん。よし、ここから飛ぶぞ。やっと落ち着いたか。いた。さらに先の夢だっての。違うだと。見ろ、もう真珠のつぼみが開花したと。もうダメだ。もうな、なんなのあれ。
忍びは終わりだ。もう続けることはない。抵抗しないならば殺しはしない。後悔したくなくばもう何もしないこと。死に怯え耐え忍ぶこともない。諦めるな。この退治はオビトとミス、部活には近づけん。あなたらしくない、サルトビ先生。遅かった。でも弱腰じゃなければここへ来るでしょうね。ならあれはいつ開く。8尾と9尾の陣中力が分かるな。開花させ術を完成させるらが必要不可欠だった。だが少なからずその2匹のチャクラが入った問題にはなら、開花にかかる時間が問題になる。その間にオビトを止め入れ替わる。お前の千人の力を利用。もう少しチャクラを取。じゃあ俺たちはあの木の忍びとはそんなものだ。あと15分程度しかないってのでもしないのに。諦めるなと言ったはずぞ。もう終わりだ。そうだ、そのままでいい。もう終わりか。俺は行く。行くぞ15。俺たちがやってきたこと全部なかったことになんかって。サスケ、俺も行くって。渦巻きナルト、何度も何度も。すまねえな、またチャクラ。ナルト頼むよ。お前、相手は戦術しか効かねえ。さっきのお前と一緒にするな。じゃあサスケか。かつてのマダラと同じ可能性を。そして渦巻きナルトの兄者を見てるようだ。狙え。後悔は先に立たん。本当の夢を。わしたちの代でその夢について。違うか。そうです。よし、我らは広がって指揮を取るぞ。それが我ら五影の本来な。サン！サスケ！合わせる！いいんだな。仲間は絶対殺しはしねえ！お前は今まさにこの世に必要と俺たちのなりたかったものだ。みんな俺に続け。やっぱ早い。だんだん感知できてきたぞ。ここだ。スロー、眠る時間だ。目の中へ連れて行く。もうない。ナルトにその。なぜ起き上がる。お前は何のために戦っていると。いいか、仲間にはいずれ裏切られる。お前も分かっているはずだ。かつて里の者もサスケもお前を裏切れ。も俺と同じだ。こんな世界のためにもうただこの世界も数分で終わる。そうまでしてなぜ戦う。自分も人道まっすぐ自分の言葉、それが俺の人道だから。眠れと言ったはずだ。次で決着をつけるぞ。眠るのは明日、夢は自分で。俺はそちら側に行くことはない。ちゃんと見えたってだったら木陰の自分なんか想像す。抜けた。俺は
リン。そうか、負けか。カカシ、急に出てきてすまないが、こいつのけじめをつけさせてくれ。そいつは今父ちゃん。オビト、チャクラを引っ張り合ったと。ずいぶん息子がガミガミ説教したみ、オビトを本当に理解し、何かを言える友達の君だと思うよ、カカシ。そうだろ、ナルト。ナルト、お前たちと連合は初代様のさ。そうか、あいつがまだだ。今のナルトよりもまだち。でもそうさせてしまったのは、リンは俺にとっての唯一の。リンを失ってのちくらな地獄だ。マダラになり変わって世界を歩い、このシャリンガンをもってしても結局は何も。なら俺の新たな。ああ、間違いじゃないのかもしれない。奴にそこまで。オビトってこの世界が地獄と思ったさ。しないと。それがナルトだ。いや、あいつも失敗するかもしれないよ。俺とナルトは何が。なぜ奴をた。あいつは自分の夢も現実も、そういう奴だからさ。大玉螺旋襲撃。信じる仲間が集まれば、これはそう思うんだよ、オビト。